は大丈夫。私も VTR 見てあそこまで号泣してると思ってなかった。びっくりしました。ちゃんとガチ泣きして、ね、ガチ泣きしてた。リアル。30分も泣いてたなんて知らなかった。時が流れるの早いす、ね、早すぎて。よかったよかった。いや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 、あれ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 、見てましたよ。ようございます。ここで僕見てましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人初めてなんで、はい、ちょっと自己紹介してみます。15年間芸人をしてました、吉田と申します。吉田さん、はい、吉田さん。桃付きなし子会、はい、いつもと違う感じでしたね。もしかしたらどうでした、実際こう自分でやった手応えみたいなのは。手応え、そんなものはないです。うん、そんなものはないです。なんかね、ロケもすごい頑張ってたなとは思うんですけど、今日のこの収録にあたるスタンスをもうちょっとはっきり決めていった方が良かったのかなっていう。どうでした、実際はこうあんまりピックアップしないでみたいな感じのことでしたけど。はい、気持ち的にはですよ、本心的にはです。はいはいはい、はい、それ全然思いっきり出しちゃっていいんじゃないかと思うんですよ。もっと出すってことね。いやもうこんな回やめてって登場から言えば、あ、嫌なんだっていうスタンスがみんな分かって突っ込みやすくなるかな。やっぱこう、皆さんがどんなに仲いいか言えづらく、確かにそれはなんかこう、私が一番桃付きなし子を知っているんだっていうポジションをみんなが持って戦えば、もっともっとクイズも盛り上がるんだろうな。確かに確かに、はい、とても思います、うん、とても。ムカついてますみたいな。違う違う、確かに。そう、その通りについて何も言えない。明るくもできない。なんだよお前って思ってるんだったら。そのまま、そうです、その通りだな。そうなんです。あったかもね、エピソード薄かった、うん、確かに薄かった。ベストオブ薄いだった、うん、そうです。やっぱりちょっとアンジェラさんのエピソードが薄いな。そうなんですよ。なんかね、エピソードが一個一個長いんですよ。そう、それ、ね、なんかそう、あの、確かに仲はいいんですよ、うん、仲はいいんですけど、なんかフィーリングで仲がいいってところが多すぎて、なんかこれといったエピソードがないっていうか、なんかお互いちょっとフィーリングで関わってる部分があって、私ももう、私もずっともう、なまあ、足ことはもうゼロイチの中で一番仲いいと思ってるんで。お前はなんとなくやけど、エピソードゼロそうや。いやいやいや、違う、私が一番仲いい。なんか同窓会みたいなのくれよ。ないやないか。寝る時の体勢なのかが分かんなかったんで、寝る時の体勢なんですけど、私そのゼロイチファミリアの忘年会で2回ぐらいそのホテルに泊まったことがあるんですけど、同じ部屋だったんですね。その時に、まあ、ナシコが毎回隣なんですよ、寝てる時で。この前パッて夜中こうやって起きた時に、ナシコの方をチラッと見たら、上半身は横向きで足を大の字にして寝てたんですよ。きっと寝てる時もこの格好してるはずだって思って、なのでこちらです。何や今の薄いエピソード。おい、見たの？いらんて。見たんです。アンジェ、たまに出てくる薄いエピソード。いらんて。薄いが。アンジェ、見たんです。例えばポケモンでめちゃくちゃ盛り上がってそこから仲良くなりましたとか、はい、エピソードがあればよかったんですけど、気づけば仲良くなって気づけば一緒にいるみたいなことが多かったので、全然それがもう昨日今日ずっと考えて。ラリってなって、結果、大切なことだけを伝えよう。タン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 。もう長いです。もう長い。今全員思ってました。もう長いなって。もうどうって聞く前に長い、長いって言う。あと、アンジェラさんがこうキャラ入れて、うん、なんかすごい、たまに互換キャラとか入ってる、入ってる、あなたキャラですね。あなたってよく言う。入ってます。あれなんかちょっと滑り気味な。別に何もないんですよ。言ってるつもりないんですよ。ナチュラルにやってたんですよ。ナチュラル、別にやってるつもりないんですよ。あれね、周りは、あれなんかちょっと面白キャラ入れようと思ってた。でも
ね、あのね、素直なんですよ。なんか、周りで見てる風には、あれ、滑ってるそうそうそう、すげえ滑ってる人間みたいな生きてるだけで滑ってる声のトーンとか、そうね、あと身振り手振りとか、そう、無意識なんですよ、無意識で、誰も笑わないから、そう、そういうもんだと思ってたから、みんな、そういうもんだと思ってた、誰も笑わないのよ。ネタを披露されてると思ってない。逆に笑わないんですよ。もう私はこっちに見すぎて、みんなが私のことを知りすぎて、私が変わった瞬間がもう多分わからないのかな。でもあれかも、あの初めて見る人はなんか滑ってんな。確かにそれはそう思うかもしれない。これはマジある。思ってたんや。なんかでも思ってたんだね。でもなんかそれは、はい、はい、逆に周りがね、次青山さんとかが言うしかないですよね。アンジェラ滑り気味になってるよ、今みたいなのを滑りキャラ入ってるよね。オカンになってるよって、オカンになってるよって、もう滑りキャラ、滑りキャラでもいいですじゃん。つらい普通に素だからこれは。いやいや、いいんです、そう言ってもらえたら嬉しいかもしれない。私の今後の人生設計でも、そう、いい、いい、もう治ったよ、よかったです。他になかったですか、今日は。あ、はい、褒めてほしいですか。お、まあ、一応褒められたいんで褒められたいですね。そうだね、青山さんのあれめちゃめちゃ良かったです、あのクイズの入り、うん、めっちゃ良かったね。そうそうそう、あれ良かったですよ。いやー、それでは行きましょう、なしこクイズ。どうしたおい、あんただけはまともでいてくれよ。マジで、あんたがそんなことになったら俺もいよいよ不安でしょうがないから。いや、一晩考えた甲斐がありました、ね、あれこそ準備ですよね。よかったです、うん、本当は当初10問って言われてて、はい、10もないないないってことで、ね、すごい頭悩ませたから、はい、いや、あんなはやっぱね、制作としても嬉しいですよね。あ、考えてきてくれてるんだっていう、うん、ああ、よかったです、すごく、ありがとうございます。ではやった甲斐がありました、はい、次これ求められたら困るな。次これ求められたら困ります。あ、お酒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 の力、お酒の力、お酒の力。今もうそれぞれのキャラクター、青山さんのやり方、大塚のやり方、そうですね、全然大丈夫です。アンジェラさんの滑り方っていう、いやいやいや、滑ろうと思って滑ろうと思ってます。意図的じゃないし、まあ、うんうん、でもそうだよね、みんな触れなかったら、滑ってる人が触れないから滑ってるの、ね、分かった、じゃあ頑張る、うん、でもと、もうね、そう、おかんおかんとか言ってもらえれば、今今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 今なんか素敵な方だなと思うんですけど、面白くはないよ。見えちゃうときがあるみたいな。違うの、違うの、